おはようございます。今日は、6月の23日ですね。今ね、私の足のところで昨日買ったあの手とかしてこれ使ってます。なんかチキンの味がするらしいんだけど、まあ多分表面だとだけだと思うけどね。結構好きでガチガチしてますね。で、昨日ね、ぐったりしてたって言ったじゃん、夜、寝る前に、帰ってきてから。けど、まあ、起きたらケロッと、予想通りケロッとしてました。なんで、まあ、ワクチンのあれだったのかわかんないんだけど、まあね、疲れてたと思うし、お出かけだったので、今日は思いっきり遊んでもらって、昨日のね、ストレスをちょっと軽減してくれたらと思うんですけど。ということで、お昼になっちゃったんで、ちょっとお昼ご飯考えないといけないんだけど、家にね、全然何もないの。もうね、本当に何もない。いや、あるよ。あるけど、なんかそれだけじゃ何もできないっていうものしかないのね。なんか、キュウリとかしかないの。だから、先生の実家からいただいてきたこのね、お肉があるんだけど、多分味付けがしてあるやつだと思うんだけど、凍ってるのね。だから食べれないから、まだとりあえず今日のお昼はそうめんかなって思ってます。まあそうめん大好きだから全然いいんだけど、もうねほぼないわ。あと3タップぐらいしかないから買ってこないといけないんだけど、今日のお昼はそうめんにしようかなと思います。ちょっとお昼ご飯食べた後からビログ撮ってなくてごめんなさい。結局今もう5時、もう6時になっちゃうんですけど、今日夕飯はさっきね出してたそのお肉あるんで、冷蔵庫に入れてゆっくり解凍してたのね。で、周りのところはちょっと溶けてきて、上の方は焼けそうなので、すんごい大量にあるから多分2キロぐらいあるかな。なんでとりあえずご飯を炊いて、お野菜がちょっとないからね一緒に食べられないんだっけ。まあレタスもないんだった。あるっちゃあるけど、もうダメかな、これ。まあ、若干あるんで、レタスと一緒に食べようかな。とりあえずご飯を炊いて、もうちょっと外に出しとこうかな。あとはもうちょっとね、高いので、少しだけ溶かして、焼いてからお肉と一緒に食べたいと思うんですけど、後でね、ちょっとお留守番の練習がてら、もちくんを、一人にさせて、ちょっとうちらラウンジに行ってこようかなと思ってるので、まあ、その様子はね、ちょっとまた後でお伝えすると思うので、とりあえずまた後で更新したいと思います。ちょっとすごい雑なんですけど、なんか焼肉みたいなやつ、味ついてる焼肉みたいなやつだったんで、普通にレタスと一緒に丼にしました。めっちゃ美味しそう。匂いがもうやばい、甘だれなんで。いただきまーす。ご飯食べ終わったんですけど、これからですね、まあ見てもらうと分かるんですけど、お出かけしてきます。まあお出かけっていっても郵便局行ってくるだけなんだけど、ちょっと携帯2で駆使して、監視カメラみたいなアプリを使ってちょっと撮影っていうのかな、今の状況を見れるように設定して、クレートの前に置いておいたので、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、寝てると思うけどね。一応テレビも2時間タイマーでつけてきたので、2時間も出かける予定ないので、とりあえず多分、まあ、3、40分かなだと思うんだけど、行っていきたいと思います。今郵便局来たんですけど、先生の携帯で今みたいなんだけどね、めっちゃ泣いてる。すごい泣いてる。お水のボトルも倒しちゃって、めっちゃ泣いてる。やばい。ちょっと先生荷物落としに来たのね。だから多分もうすぐ帰ると思います。はい、ということでラウンジに来ました。10時くらいまで、結局あのあと
30分もしないで帰ったのね。15分ぐらいで帰れて、でそう、あの泣いてたじゃん、さっき見せた時。でその後すぐ泣き止んで、もうなんかふてくされて、寝てはないのかな、でもなんか横になってて、で帰ってきて、帰ってきたらまああの普通になんか横になってたんだけど、多分寝てたのかな、なんだけど、まあだから最初ってかね、あの多分お水のボトルが倒れちゃったのね、なんかアクシデントで多分触っちゃってなったと思うんだけど、そのお水が倒れたのが怖かったみたいで、すごいキャンキャン寝てたんだけど、まあ泣いても何も起きないから、あの外側に倒れちゃったんだけどね、何も起きないから、そのなんていうの、キャンキャン泣いてたけど、あの飽きてっていうの、疲れて多分もういいやってなったんだと思うんだけど、あのそれでですね、まあこちらも帰ってこれ来た時にはもう落ち着いてたので、ね、よかったんですけど、まあ、でも15分ぐらいしか行けなかったので、離れられなかったっていうの、これ留守番できなかったので、とりあえずちょっと一回、まあ、ご褒美にって言ったら変だけど、まあ、みんなで遊んでちょっと疲れさせて、結局1時間ちょいぐらいいたかな、テレビ見ながら遊びながらって感じで、でちょっと疲れてきたみたいだったので、10時過ぎくらいかちょっとこっちで来ました。で今私動画編集してるんだけど、まあ、どれぐらいいようかなと思ってるんだけど、今カメラで確認したら寝てるので、うちらが出る時も寝てたのね、だからまあ多分寝てると思うし、夜だからまあ問題はね、昼間の、まあ昼間もほぼ寝てるんだけど、基本的にはまあ、 あの起きてる時にどうなるかって感じなので、まあとりあえず今日はまあこの辺ぐらいにしようかなと思って、まあ、今は寝てるから動画編集だけして、まだ11時前なので、11時過ぎたら帰ろうかなと思います。はい、お家帰ってきました。今寝てないかな、今私が喋ってるのは多分見てるんだけど結局1時間ちょっとねラウンジにいたんだけど、なんか寝てたみたいで、まあ、夜だったからね、寝てたみたいで、無事なんとかできましたね。はい、まあ、そんなわけでですね、まあこれからもちょっとずつちょっとずつお留守番の練習をしていこうかなと思うので、まあ次はいつになるか分かんない、もしかしたら明日かもしれないし、いつになるか分かんないけど、まあまたねお留守番の時は頑張ってもらうことにします。ということで、今日は、今日のブログはこの辺で終わりにしたいと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。